何見てるんですか。私からのスレビッキー見てんのか。私の番です。来やがれ。じゃあ、かかってきなよ。ふざけないでください。かかってこいよ。私の番です。私が相手で、ほら来いよ。とっておき。来やがれ。かかってこいよ。よし、行くぞ。やめんな。それタイミング合わせますよ。そりゃぶっ飛ばしてやる。してみろ。俺の番か、うん、やめるなよ。さて、しろ。よし、やっ、うわっ、よし、よし、よかったな。仮面の殺人鬼が出没するってのはこの辺りだったな。出た。仮面の殺人鬼、マジでいたとは。おい、お前は何者なんだ。ここで何をしてる。お前、俺の邪魔する気か。邪魔？何のことだ。俺はただ話を。俺の邪魔する、許さない。ちょっと待てって。クソ、やるしかねえか。相手にならないんじゃない。私の番ですね。お前、苦しむがいい。ほら、俺の番だな。見せてやるよ。私の番ね。見てなさい。どうするかね。やってやろう。どうだ、ちょっとは落ち着いたか。ったく、俺まで血まみれになるところだったじゃねえか。血の色綺麗でも
だ練習足りない。イカれてやがるぜ。まだ殺し足りねえってのか。とにかく斉藤に連絡するか。か春日さん、例の殺人鬼が見つかったって。ああ、なんとか捕まえたぜ。まさか本当にいるとはな。一体どんな奴なんだ。まさかお前、お肉の自衛の二代目か。お肉。ああ、そこに肉屋があるだろ。お肉の自衛って店なんだけどな、こいつはそこのせがれだよ。名前は自衛ってんだ。店の名前を息子につけたんだと。今は店を継ぐために修行してたはずだが。お前何やってんだこんなところで。俺肉解体するの下手だから練習してた。ここ誰もいないから。そういえば肉屋の親父が言ってたな、息子は肉の解体が下手でいつも店の中が血まみれになって大変だって。ってことはつまりこいつは肉屋の息子で、夜中に一人肉の解体練習をしてただけってわけか。そのようだな。そこを写真に撮られてネットにアップされたのが噂になったと。にしてもその紛らわしさに拍車をかける白い仮面は何なんだよ。雰囲気作りか。これ返り血防げて便利。俺ホッケー部だったから。あ、そう。これが仮面の殺人鬼の真相ってことか。いや、なんか悪かったね。調査してもらった挙句正体が商店街の仲間だったなんてよ。これは調査のお礼だ。受け取ってくれ。まあ解決してよかったぜ。殺人鬼なんていなかったわけだしな。もう紛らわしい真似すんじゃねえぞ自衛さんよ。申し訳ない。次から部屋で練習する。さーて、殺人鬼がいないことが分かって安心したし、今日からゆっくり寝られそうだ。どれ、軽く一杯引っ掛けて帰るかな。よ、せがれもどうだい。行く。ああ、かいかい。春日さんもどうだい。いや、俺は遠慮しとくぜ。また今度誘ってくれよ。そうか、分かったよ。じゃあ行こうぜ、ジエイ。まあ一件落着だな。噂もそのうちなくなるだろう。あれ、あいつあの格好のままじゃ。血まみれの殺人鬼。ま、待て、こいつは怪しいもんじゃないんだ。ただ肉をそぐ練習をしてただけで。殺される。当分噂はなくならねえかもな。